石川海人です。プロフィットより参りました。よろしくお願いします。またコードベインですよ。ありがたいですね。メイクミラクルよりキャラメイク、現実もできればいいのにキャラメイク。それなそれな。石川さん。え、石川さん、はい、お疲れ様です。コードベインでございます。はい、お久しぶりです。2回目のご出演ありがとうございます。いえ、とんでもない。今回調整いただくのをお話聞いておりますでしょうか。読んだ感じ分かりますか。キャラメイクやるんでしょ。さあ、やります。実はですね、今回キャラを作っていただく上で、はい、作りたいというイラストをもう描いてきて、はい、描きましたよ。はい、よければそちらの方。テーマは好みの女。まあ僕の理想のタイプですね。見せていいですか。見せていいです。見せます。いきます。こちらです。まずはショートカットですよね。髪色は赤に近い黒、瞳は青、ボンキュボン。顔は小さめ、色白の肌、眉は細め、垂れ目大きめ、唇薄め。できれば丸顔。ねえ、ボンキュボン、いいっすよね。今回キャラメイクのアドバイザーとしてこちらの方に来ていただきました。はい、コードメイクプロデューサーの飯塚です。本日はよろしくお願いします。お願いします。まずはですね、はい、どういったところがカスタマイズできるのかっていうところをちょっと見ていただいて、はい、もう一覧見るだけでも相当ありますよね。そうですね。どうですか、気になる項目とかあると思うんですけど、まず性別を選び直すっていうところですかね。これはあとで、はい、わかりました。もちろん吸血鬼というところで、はいはい、私もかっこいいこの吸血鬼になれるっていうところをテーマに、はい、カスタマイズの、なるほど、はい、作っていってます。まず体格です。肌の色ですね。髪型大事の目元、はい、まあ、瞳、いやー種類多いな。白目の部分ですよ、ね、長めじゃない。いやすごい。あーいいなーこれ。アクセサリーですね。そう、もちろんこういう、あ、吸血鬼こいつはこういう、あ、こういう、まさに、あ、これ、まさに顔面プラネタリウムか。石川さんの方にいざ実際にしていただけたらと思うんですけれども、あ、え、でも待って、デフォルト可愛いですね。確かに俺これで体格調整したらこれで。ああ、下げ続けると、ああ、こうなるのか。あ、そうだよな。ミニスティックでそう拡大縮小。もうやべ。あ、なるほどね。あんまり行き過ぎると肩幅がすごいことになるから、これだな。肌難しいんですよ。さっき色白の肌っていうのが、そうなんです。ただその下のこの色白があります、ね、ブルーにしてしまうと、いわゆる吸血鬼感が強くなる、うん、そうじゃないんだ。ここだ、これだ。髪型ショート。お、はっ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 、ちょっと近いですね。え、はっ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 、どうしよう、どうしよう、どうしよう。このベリー、このベリーだったらこっち分けがいいんですけど、こうなってくるという、あ、こっちもなんか柔らかく見えるな。よし、あー、いいな。なるほど。あそこら辺に近いですか。うわー、メッシュか。逆メッシュ、お、いいね。おっしゃ、いいっすね。あー、顔はどう。垂れ目なんですよ。でも目は大きめが好きなんです、結局。あ、元のチェッテンさん。いやー、知ってます、人間って好きなものを見ると瞳孔が開くんですって。だから大きめ。瞳は青って書いてますね。そう、青です。交際の色も変えられちゃうんだ。かわいい。かわいい、やだー、もうねー。そしてアイライン、これでしょ。きっと俺を好きでいろー。眺め合わせ、めっちゃ怖くないですか。なんか怖くない。
これもうブチ切れてる漫画的にはブチ切れてる時の顔ですよ。水かえ、あ、え、あ、そばかすそばかすいえ、よさみフェイスペイントね、女の子だからメンチーク。ほらほら、もう可愛くないですか。でもイメージに近づけてないですか。ちょっとこのやぼい髪型とはだいぶ違いますけど、アクセサリーこれかわいいなポニーこんなこともできるの。ベースの髪型にさらにこう拡張をできる前髪が前髪なさて石川さん、え、恐縮なんですけれども、え、残りですね10分で、あ、どうぞ無理ですただですね、まあ、石川さんのキャラに間に合わなかった場合、はい、別キャラというのもこちらでご用意してございますので、ちょっと受けてもそのちょっと別キャラをご覧いただけたらと思います。なるほど、はい、どうぞ。お待たせしました、はい、ピザです。まあ、前回同様でピザに何か、はい、仕掛けがありますよデレン、多分用意してくださったキャラってことですね。そうですね。桃の国のニャニャニバラの貴公子系夜行中佐知いや名前落ちじゃんニャニャミ、はい、こちらです。どうぞ。え、いいんだかこれはこれでいいな。え、っていうかこの、え、衣装、え、衣服っていうか僕ね衣装も選べます。マジっすか。え、早くそこに到達しなきゃ。これはなんかかっこよさげな男だからな。もう男だしやべえしただのやべえ男だから興味も減ったくれもないよ。そのキャラにしていただいても構わないですよ。いや、ないです絶対にありえない。そうです。いや、でもにゃにゃみいいな。近いんじゃないほら近くないか夜行中、夜行中幸子ってやばいからもうデレン。いやでもね、こういうキャラが意外といい体してるの結構来るんですよ。まあ、バズるその効果全然ないっちゃう。どうしようかな。飛行士はおやおや、いいっすか。衣装の中でも各パーツの付け外しできる。細かく もうほぼないじゃん。キロ女の子なんだからこれだったらお前上場いやでもこれは下心出すぎだな。そこのベースなんて下の方をこうあーなるほど。あ、いろいろある。あ、すごいいっぱいある。でもね、女の子っていうのはねピンクがいいよね。やべ、あと3分しかねえのか。そうですね、あと3分でございます。ただね、あと最後声がありますからね。ボイスも重要。おー、やべえ、急げ。ボイス重要ちょっと待つか。どうもありがとう。ありがとう。これだ。これ実は N2 のポーズで、あー、衣装やっぱ印象変わりますね。はい、なるほど。これ20秒です。僕の作ったキャラはこちら。おお、かわいい。かわいい。こちらお名前は。そうなんですよ、それが結構難しいところなんで、名前はジュリーです。ほう、ジュリー。せっかくなんであれじゃないですか、最初にこうイメージされてたイラストと比べてみますか。こちらです。でもどことなくね、どことなくやっぱり石川さんにご褒美があるということで、はい、
自分で作ったキャラクターたちがこうイベントシーンできちんと反映されますので、実際にこうイベントの中でジュディが動いてるところをちょっとだけちょっとお見せしたいなと思います。やったぜで今ここからゲームが始まります。はあ、もう目めっちゃ鼻入ってるっていうところで、あー、ここまでかー、はい、いや、でも全然すごいですね。全然そのままでした。なんかやっぱりプレイヤーがプレイしてる時とかイベントの時とか潰れちゃうことがあったりするのがこれだとない。いけないな、これはいけないゲームだよ。いや、短時間では作れないな。もうもはやここにゲーム性ありますしね。ニャニャミ動かしてみてよ。ニャニャミ。なんならサチコもなんか実際に動いたらどんだけ輝いてるのって思うじゃないですか。いや楽しかったな。ということで次回は僕が作ったジュディと一緒にフィールド攻略をやっていくそうでございます。ぜひ次回も見てください。よろしくお願いします。またこれ僕どう触れたらいいのか全く分かんないんですけど、申し訳ねえ、申し訳ねえけど、まあ、やるだけやってみてください。さあ、髪の毛を剃っていく、これは情け容赦のないバリカンだー。